恵子の人生まだまだこれからだ。早いものでもう2月ですね。今年には2019年始まってもう2ヶ月が経っちゃいましたけども、星先生、本当にね、しかしね、はい、ね、お久しぶりです。お元気でしたか？本当、あ、そう、久しぶりだね。はい、そうなんです、ね、最近余計早く感じるよね。本当ですよね。ね、うん、風邪、今ね、風邪だとか流行ってるからさ、気をつけないとね、はい、本当ですよね。あのインフルエンザもかなり流行っていて、そう、先生の周りも多いんじゃないですか？多いね。ですよね。これ、俺、あの、でもほら、中性してやるから、まあ、少し安心してるんだけどね。はい。うん、なんかこんだけすごいあちこちでもうね、インフルエンザインフルエンザなんて言ってるからさ、やっぱ気になってさ、いや注射だけしこうかな、気分的にでも違うかなと思うんだけどね。はい、うん、あのインフルエンザのウイルスって、はい、口から入ると、うん、喉に20分間は溜まってるそうなんですね。その20分間の間に、あの、うん、緑茶とか紅茶とか、はいはいはい、あの殺菌作用のあるものを飲んで胃に押し込んじゃうといいそうなんです。口から入って20分間が勝負なので、もうちょこちょこお茶をとか紅茶を飲むようにって言われてました。うーん、じゃあ常に心がけていればいいんだな、お茶だとかそういうのをね。そうですね、本当にもうこまめにこまめに、ね、はい、うん、あと うがいの時もあの、うん、ガラガラガラって皆さんうがいしますよね。はいはいはい。それがガラガラではなくて、うん、ラララでうがいすると、ラララ、はい、ドレミファソラシドのラでラララでうがいをすると喉の奥まで洗えるそうなんですね。あ、そうするの初めて知ったけどね。はい、私も初めて。ドレミファソラシドレミファソラで、はい、ラララ、ガラガラじゃなくてラララって言いながら、ラの音がいいってことか。はい、ラの発音で、あの、うん、うがいをすると喉の奥まで洗えるそうなんです。あー、なるほどね。いや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 、はい、いいことだし、もこれ初めて聞いてやってみたんですけども、確かに、うん、あのラララの方が喉の今まで刺激されてなかったところが刺激されてました。おー、なるほどね。はい、ちょっと皆さん試してみてください。はいはい、そうだね。皆さんにもね、はい、ラジオ聞いて皆さんもやってみたらね。はい、そうですね、声が良くなったりしたりでね。はい、うん、はい、ここで そろそろあの一曲お聞かせいただいてもよろしいですか？はい、そうですね。歌の方やめてくるだからね、お願いします。はい、はい、風にこぼれた枯れ葉が俺の肩に止まって愚痴を聞く。うつってうつっては裏目と出ても生まれ故郷忘れるものか、いつかきっと帰るさ。きっと帰るさ、函館を。ありがとうございます。はい、うん、この曲は本当いつ聴いても貫禄があって。まあね、お客様でね、でもね、こうやっぱり今でもね、あのよくほら今カラオケブームじゃないですか。はい、だからそのね、あの大会なんか結構歌ってくれてるみたいね。あ、そうなんですね。うん、いや確かに、やな、はい、本当にこれ力強くて本当に元気が出ますもんね、歌いたいね。本当、はい、あ、いやいやいや、そう言ってもらうだけでも嬉しいわ、ね、でも皆さん、あのカラオケ大会に出る前にぜひ星先生のレッスンを受けてから歌っていただきたいです、うん、no、 先生って偉くないんだよ。いやいやいや、俺はさ、本当にね。ところでもうね、はい、2月、あ、早いな。そうなんです。今もう梅川でもちら咲いてるよね。そうですね、見かけるよね。はい、もう早いですよね、今年は本当に。うん、今年早いね。だけどね、そうなんです。うん、本当ね。先生は節分とか豆まきとかされましたか？
豆まきはねしなかった。あ、そうなんですね。うん、あのほら恵方巻き食べたよ。あ、はい。今年は東北東でしたっけ。北東、北北東か、北北東、北東、北北東だ、はい、ね、うん、だそれ限りなら笑うといいって言ったからね。そうですね、うん、無言で食べきるって書いてあったのでちょっと試してみましたけどあれさ、だけどさ、あれだろうな、あれ食べてさ、食べていいよ、ホクホク向き一人でさ、外でさ、あははは、あいつ頭おかしいんじゃないかなって思っちゃってでもそれでもみんなでやれば怖くないなんですかね、うん、そうだ、そうだね、うん、みんな知ってるからね、節分だと思ってるからね。そうですね、うんうんうん、私はあの女子プロレスの、はい、その豆まき大会の撮影に行かせていただいたんですけど、はい、上から投げるところ下からカメラを構えて撮ってたんですね、うん、で選手の方にすいません、はい、こっちくださいって視線をくださいって言ってるのに選手の方にいっぱい豆をカメラと顔にぶつけられました、はい、あ、でもそれご利益あるんじゃないかい。そうかもしれないね、服がいっぱいしたかもしれない、うん、そうだ、さ、そこで撮ればね、はい、いいかもしれないな。そうですね、まあ、そうだな、まがきもねはい、ここでそろそろ私のショップを一曲、ね、流してもよろしいでしょうか。流してみんなに聞いてもらおうよね。はい、ありがとうございます、はいはい、それでは愛の歌でお聴きください。はい、聴きください。こでまりの花が続かぜ私のデビュー曲、ね、愛の指で聴いていただきました。もう結構ね、この歌も浸透してきてるからね。そうですね、もう本当に長く歌わせていただいております、うん、ね、うん、やっぱりね、いいものは長くやってないとダメだよね、はい、早すぎるもん、第一、ね、新曲、新曲が覚える暇もないし、その歌に対してもさ、やっぱりなんていうんだろうな、じっくり聞き込むって時間も、もう日にちも早すぎるからね。はい、そうですね。うん、ね。そういうもんなんだよな、歌なんていうのは、やっぱりね、聞かなきゃいけないんだけどね。はい。まあ、カラオケの今歌う人はほら、多いじゃない。はい。だからどうしてもまあ、ほら、覚えたまま次の曲ってこうなっちゃうんだろうな、あれ、きっと。そうですね。ね。困ったもんだよな。まあ、本当に皆さんカラオケが好きでカラオケお上手ですもんね。ちょっと私ね、うん、まあそんなでさ、今年もともに2月になるけど、なんかいいニュースってないね。本当ですよね。ね、なんか明るい話題があれば、明るい話題があればいいんだけど、暗い話題になっちゃうよね。そうですね、うん、新年、そうそうそう、あのなんだ、声優のほらなんだっけ、あの子、はい、花子選手ですよね。ん？池がも、うんうんうん、ああ、あの選手もね、はい、俺も楽しみにしてたんだよ、俺。そうですよね、本当東京オリンピック、ね。オリンピックでさ、金メダルをね、はい、もちろんみんなもそうだろうけどさ、ね、まあ一番、まあ、本人が一番辛いんだろうけどさ、ね、ね、でも今、でも初期ならほら、別に、あれ、別にね、はい、今いい薬もあるしね。はい、そうですね、うん、もう医学も進歩してますので、そう、頑張ってね、治療してもらってね、はい、うん、乗り切ってほしいですね。早くね、乗り切って早くまた我々に見せてくれるとね、はい、ありがたいんだけど。そうですね、まあ、うん、とりあえずね、もう一日も早く、ね、はい、もう皆さんで応援して本当にそう、エールを温かくできるようにね、
それしかないもんね。はい、そうですね。うん、はい、ね、そこで、そろそろまた一曲。そうだね。はい、なんか、じゃあ一曲またお願いします。ありがとうございます。どちらに行けば生で聞くことができるんでしょうか？3月の16日が熊谷市の、これがカレントさんって言ったよね、カラオケスタジオなんですけどね、はい、飲んで食べてもらって、はい、歌を聴いてもらって、はい、皆さんにも歌ってもらって、そんなような流れで和気あいあいとやろうっていうような形なんですよね、はい、お客さんも一緒にね歌いながら和気あいあいとして親睦を兼ねながら応援してもらうっていう形が一番無難なのかなと思ってね、はい、うん、受賞したってたんですけどね。私も、2月27日、うん、上福岡のブラウンさんで、夜8時からライブをさせていただきますので、こちらも、あ、本当、いつ？2月の27日です。あ、じゃあもうすぐだ。はい、そうなんです、うん、うんうんうん、本当頑張ってね。はい、ありがとうございます、ね、うんうん、いけないけど頑張って、はい、はい、うん、もうあっという間にお時間がすごい、本当マジックの話すると早い。あ、本当、はい、なんかね話も悪かったけどね、いい話題なかったけどね、次回はいい話題で、みんなそうですね、本当に明るい話題をしたいですね、ラジオを聞きの皆さんにね楽しんでもらえるように頑張りましょう。はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは、私の巡り会いたいをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。そうだね、はい、どうしましょう、はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは皆さん、皆さんごきげんよう、ごきげんよう、さようなら。面影橋で聞いといてくださいね、聞いといてくださいね、あなたにもう一度会いたくなった。思いつくまま一人で歩く、いつも履いたあのカフェテラス、会うたびにこの胸がときめいた。早稲田鶴巻並木通り、待っていてくれますか、待っていてくれますか、今度会ったらもう離さない。
といてくださいね、聞いといてくださいね。一人が寂しい私になった、あなたの胸に頬をうずめて髪を撫でられ可愛い子だと言われたくなっている。夜ばかり早稲田鶴巻並木戸後に行くな、恋は終わりよ、愛をください優しく包み。